私はあなたみたいな大物冒険家じゃないけど、そこにいて宝物は見つかるのかしら。どうしてこんなところに入ってるの。お前を助けようとして捕まったんだ。あら、優しいのね。伝統的な砂岩のレンガと漆喰、石灰モルタルね。おい、そんなことよくわかるな。私の番組第4回新世界の建造物、うん、この辺を引っ張ればいけるかもしれないわ。何？おい、ちょっと待ってて。何の邪魔すんじゃねえ、ゴギ。この扉を今すぐ開けろってんだ。ああ、この声。よー、ネイト。エディラじゃ。そうか、お前か。しびれる地図じゃねえか。え、このフランシス教ってやつ、俺のご先祖様なんだぜ、多分な。バカも休み休み。仲良くしようじゃねえか。こうしようぜ、金の在りかを教えてくれたらお前を生かしといてやる。なんだそれ。選択肢は今死ぬか協力して後で死ぬかだ。迷うとこだが、それだったら今死ぬ方を選ぶ。さよな、このインチキハンターが。奴らは俺様にお宝の分け前を約束したんだ。なのに仲間が殺されてる。今じゃ見張りなしじゃ自由に外も歩きやしねえ。このままじゃ印がつかねえんだよ。へい、よく考えてみろ。いい提案じゃないか。二人で財宝を見つけて、最後まで生き残った方がお宝をいただく。ついでにあの女もだ。女？ああ、エディ、あの女はいない。今頃は島を出て助けを呼んでる。お前も焼きが回ったな。てめえポーカーフェイスは苦手だろ。そんなもんすぐに見つけ出してやる。あんな小娘に何ができるってんだ。何してんの、早く。マリ。待て待てよ、なろう。やるな。どうも。おい、誰だ、逃げたぞ。捕まって。奴らを逃がすじゃねえ。俺に任せて。行け、踏め。奴らを追え。止めた。どこへ行く、決めてんのか。だね。奴らが来たぞ。ブラスター。しまった。走れ！危ない！
大したことないよ。とっととここを出よう。くそ。ダメ。動け。どこかへお出かけか。いやエディ。てめえまさかマジで俺から逃げられると思ってんのか。ああまさか。ただレディに島を案内してあげようかと。せえ。てめえも奴らの一味だろう。何？そうだ。この俺様を騙して宝を独り占めしようって魂胆だろう。ああもう嫌なんなのよあの男。エディ少し落ち着け。てめえもここで運が尽きたんだ。見ろ逃げ道もねえ。さあ地図を渡せ。捕まってろ。分かったよ負けた認めるよ。おいそこを動くなよ。落ち着けってエディ言われた通り地図を出してる。捕まってろって言っただろ。捕まってるわ。早く地図を貸せ。おいおい動くなって言ったくせに。お前がこっちに来て持ってけよ。ねえ体幹。